こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えします。本日の動画は自動音声で作らせていただきます。ご了承ください。まずはニュースを読んでまいります。一度はロシアに奪われたドニプロ川東岸への渡河作戦を成功させ拠点を築きつつあるウクライナ軍の姿とみられる。ウクライナ軍が攻撃型ドローンでロシアの複数の装甲兵員輸送車 APC を破壊する様子を捉えたとする新たな動画が浮上した。この X の動画は YouTube 画像の一部で、ウクライナ軍がロシア軍の複数の APC を標的にしている。撮影場所はロシアが実効支配するドニプロ川東岸にあるクリンキ村の近くとされている。もしそうだとすれば、ウクライナ軍が今まさにロシアから奪還しようとしている戦場だ。攻撃型ドローンを駆使する航空偵察部隊マジャールの鳥を率いるロベルト・グロブディ氏が10月29日に YouTube に投稿した動画では、さらに多くのロシア軍車両がウクライナのドローンの標的になっているように見える。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW は10月28日付のレポートで、ヘルソン州ドニプロ川東岸の川岸から約2キロのクリンキ村にウクライナ軍が拠点を維持していると述べた。 ISW によれば、ウクライナ軍は10月中旬にロシア側が支配する東岸への渡河作戦を行った。難しいと言われた渡河が成功した上、対岸に拠点を築きつつあるようだ。ウクライナ南部ではドニプロ川が現在の戦闘の最前線だ。ロシア側は川の東岸を支配しているが、それも2022年11月にここまで撤退させられた結果だ。ウクライナ軍は東岸地域に対する渡河作戦を複数回実施したと考えられている。ロシアが実効支配する村々により確実な足がかりを得ることを目指した行動だ。10月20日付のニューヨークタイムズが伝えたところによると、ウクライナ軍が取り返したヘルソン市当局の広報を担当するオレクサンドル・トロコニコー氏は、ウクライナ軍部隊は東岸に海兵隊員などの兵員を上陸させるべく絶え間なく努力を続けていると述べたという。ロシアの軍事ブロガーも、ウクライナ軍が橋頭保ドニプロ川東岸に築いたことを認めていると戦争研究所は10月29日の報告で指摘していた。このように報道されております。ウクライナ海軍歩兵旅団ニコ中隊規模とみられる部隊はドニプロ川東岸に10月17日から18日にかけて、ヘルソン州のドニプロ川東岸に渡河したとみられています。そして著名なロシアの軍事ブロガーは、ドニプロ川東岸でのウクライナ軍の攻撃について、10月19日ウクライナ海軍歩兵旅団の2つのウクライナ軍破壊工作偵察グループがドニプロ川を渡り、その地域のロシア軍を圧倒し、クリンキ、ヘルソン市の東30km、ドニプロ川の沿岸線から内陸約2km に足場を築いたと主張したと報告しております。この10月19日にウクライナ軍がクリンキに配備されていたロシア軍を圧倒し、クリンキに足場を築いたと報告されていることが、ドニプロ川東岸の情勢を大きく変える出来事になった可能性があります。後に詳述しますが、ロシア軍はクリンキ周辺に自ら設置した地雷により、クリンキ周辺にロシア軍歩兵部隊などが近づけず、さらにクリンキ周辺は地面が柔らかく泥泞もしているとみられ、ロシア軍戦車も近づけない状況とみられます。その後、ウクライナ軍はドニプロ川東岸に増援部隊を送ったことが報告されていました。 ISW の10月29日の報告によりますと、ロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が50人から70人の集団で3方向にドニプロ川を渡っていると主張していると報告されております。しかし、ウクライナ軍がどのくらいの規模の増援部隊をドニプロ川東岸に送ったのか、そしてどのくらいの地域を奪還し、なぜ急激にドニプロ川東岸の奪還区域を広げることができているのか、詳細は分かりませんでした。こうした中、次のような報道がされました。原文が英語でしたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。ウクライナ軍海兵隊はドニプロ川東岸に橋頭保を築いた。足場は泥だらけの低地にある。そのため、ロシア軍の戦車主導の反撃には劣悪な地形となっている。ウクライナ軍は最近奪還したドニプロ川東岸の村々で陣地を改善し、ロシア軍哨戒部隊と交戦していたと水曜日の公式レポートは報告した。一方、ロシア軍はほぼ1週間にわたって橋頭保に対する地上反撃で対抗してきた。ウクライナ軍の公式情報筋と地元ソーシャルメディアはいずれも、ウクライナ軍海兵隊の進軍は重火器と物資を積んだ歩兵によるものだと述べた。ウクライナ軍が投稿した日付不明のビデオには、クリンキ地区で重武装した歩兵が低地の沼地や湿地帯を
時には消火器や迫撃砲の砲撃を受けながら移動する様子が映されていたと伝えられている。地元ソーシャルメディアはウクライナ軍海兵隊の存在を確認した。報告書によると、ヘルソンの軍事情報テレグラムチャンネルは、橋頭保を確保するウクライナ軍部隊を支援するために、ウクライナ軍海兵隊がドローンを飛行させ 120mm 迫撃砲を発射する映像を投稿したという。他の報道機関は、ウクライナ軍のハイマース攻撃により、ロシア軍動員兵大隊はドニプロ川東岸で100人以上の兵士を損失したと主張した。複数の報告によると、ウクライナ軍第35、第36、第37、第38海兵旅団の部隊は10月22日に小型ボートを使ってドニプロ川を渡り、要衝オレシキ、ヘルソン市の東 10km、ドニプロ川から 4km から近い、事実上無防備な川沿いの村、ピシュチャニフカ、ピドステペネ、ポイマに侵入し占領した。続いてウクライナ軍海兵隊が約 25km 上流に渡し、クリンキ村に2番目の橋頭保を設置した。ロシア軍事情報チャンネルの10月31日の報告書によると、ドニプロ川の沿岸沿いの地盤は非常に軟弱で、付近には固い道路がほぼ全くないため、ロシア軍がクリンキ周辺のウクライナ軍海兵隊を攻撃するための重火器の配備に苦労しているという。ウクライナの橋頭保の村の4つの位置すべての周囲の地形は木が生い茂り、湿地が多いと見られています。ロシアの軍事情報筋によると、オレシキ付近の橋頭保とクリンキの橋頭保の各陣地にいるウクライナ軍海兵隊は陣地を掘って防衛の準備をしている。さらにウクライナ軍は2つの橋頭保、ヘルソン市の東 11km、 ドニプロ川から 4km からヘルソン市の北東 30km、 ドニプロ川から 2km の間を結びつける可能性を狙って哨戒も行っているという。新ロシア派のニュースプラットフォームはツイートで次のように述べた。クリンキをめぐる緊張は依然として高い。ウクライナ軍海兵隊はこの村の周囲に陣地を維持している。ロシア軍は村の周囲に遠隔地雷を設置しており、この戦術によりロシア軍によるアプローチはより複雑になっている。ロシア軍の地雷除去技術者は、ウクライナ軍による定期的かつ効果的な砲撃を受けており、ウクライナ軍のドローンは爆発物を投下しています。ウクライナ軍はクリンキ周辺の領土支配をコザチラヘリ方面、クリンキの西方面に拡大しようとしている。これに加えて、ウクライナ軍はピステパネ周辺、ヘルソンの東 20km、 ドニプロ川から 3km の陣地を改善している。ウクライナ軍による渡河作戦から約2週間が経過したロシア軍の反応は、大部分が断続的な砲撃と空爆の増加に限定されている。このように報道されております。この報道の中で重要なのは、新ロシア派のニュースプラットフォームがクリンキでウクライナ軍海兵隊はこの村の周囲に陣地を維持している。ロシア軍は村の周囲に遠隔地雷を設置しており、この戦術によりロシア軍によるアプローチはより複雑になっている。ロシア軍の地雷除去技術者は、ウクライナ軍による定期的かつ効果的な砲撃を受けていると指摘している点です。動画冒頭で、著名なロシアの軍事ブロガーが10月19日、ウクライナ海軍歩兵旅団の2つのウクライナ軍破壊工作、偵察グループがドニプロ川を渡り、その地域のロシア軍を圧倒し、クリンキ、ヘルソン市の東 30km、ドニプロ川の沿岸線から内陸約 2km に足場を築いたと主張したと報告しているというニュースをご紹介しました。つまり、クリンキ地域に配備されていたロシア軍部隊は、ウクライナ海軍歩兵部隊によりクリンキから撃退され後退した結果、クリンキを再占領しようとしても、ロシア軍自らが設置した地雷によって、またロシア軍自身が自ら設置した数多くの地雷の全ての地点を把握していない可能性などから、クリンキに近づくことが困難になっている可能性が指摘されていることになります。さらに、この報道の中で重要なのは、ウクライナ軍が10月22日に第35、第36、第37、第38海兵旅団の4つの部隊をドニプロ川東岸に上陸させており、ピシュチャニフカ、ピドステペネ、ポイマの3つの集落に侵入し奪還し、さらにクリンキでは2つの橋頭保を設置したと報道されていることです。僕が調べている限りでは、ピシュチャニフカ、ピドステペネ、ポイマなどに関しては村の一部をウクライナ軍が奪還しているという情勢だと思われます。そして、この報道の中でウクライナ軍は2つの橋頭保、ヘルソン市の東 11km、 ドニプロ川から 4km からヘルソン市の北東 30km、
ドニプロ川から 2km の間を結びつける可能性を狙って哨戒も行っていると報道されております。これら地域は地面が柔らかく、またロシア軍自らが敷設した地雷もあるため、ロシア軍戦車が近づけない情勢とみられます。ウクライナ軍がこの2つの陣地を結びつけることに成功しますと、約38平方キロメートルから最大で約76平方キロメートルの領土を奪還できる計算になります。またウクライナ軍は複数の S-300 防空システムをこの橋頭保に近いドニプロ川西岸の町や村に再配備したと報告されていることから、ロシア軍の空爆にも最大限対応しようと準備していたとみられます。いずれにしてもウクライナ軍は川の沿岸部の泥泥を利用し、ロシア軍の戦車などが近づけない状況を利用し、ドニプロ川東岸沿いに陣地を確保し、橋頭保を拡大させている可能性があります。他方で以前もご紹介しましたように、ウクライナ軍のドニプロ川渡河作戦については、軍事専門家からもうまくいくかどうかは半々ではないかという指摘もあり、正念場と直面しています。こうした中、ロシア空軍について次のような報道があります。ロシア軍占領下のベルジャンシクからロシアのタガンログにヘリコプターを移動。ウクライナ軍のエイタクムスによるロシア軍飛行場への攻撃を受け、ロシア軍は KA-52 と MI-8 ヘリコプターを占領下のウクライナのベルジャンシクから東に約 160km に位置するロシアのタガンログに移送した。軍事アナリストのブレーディ・アフリック氏は、ロシアのヘリコプターがベルジャンシクからタガンログに再配備されたという衛星写真による証拠をツイートした。衛星画像によると、ロシア軍は2023年10月31日にタガンログの軍空軍基地に KA-52 と MI-8 ヘリコプター21機を配備した。伝えられるところによると、これらは2023年10月17日にウクライナ軍によるエイタクムスミサイルによる攻撃を受けるまでロシア軍が占領しているベルジャンシクの空港に配備していたヘリコプターである。前線までの距離でいうと、一時占領されているベルジャンシクからザポリージャ戦線の前線までは約 120km である。KA-52 ヘリの飛行距離は最大約 480km と言われています。10月16日の夜から17日、ウクライナ軍はロシア軍占領下のベルジャンシク市とルハンシク市近くの飛行場への攻撃を開始した。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍が攻撃にエイタクムスミサイルを使用したことを認めた。西側メディアは、アメリカがウクライナにこれらのミサイルを供給していたと報じていた。このように報道されております。ロシア軍のヘリがベルジャンシクからロシアのタガンログに後退、撤退したということは、ウクライナのロシア軍占領地に展開するロシア空軍のヘリコプターはウクライナ軍の M39 エイタクムスの射程約 165km の中で作戦することが難しくなり、より離れた後方に行かなければならないという問題と直面している可能性を示唆しています。ロシア軍 KA-52 攻撃ヘリの飛行距離は最大約 480km と報告されている中、ロシアタガンログからウクライナ南部ロボチネ、ザポリージャ戦線の前線までは片道約 230km あります。ロシアタガンログからドニプロ川東岸、クリンキ周辺エリアまで片道約 430km あります。つまりベルジャンシクから東に約 160km に位置するロシアのタガンログにロシア空軍のヘリコプターが後退、または事実上撤退したことで、ウクライナ南部におけるロシア空軍の攻撃ヘリのプレゼンス、影響力は著しく低下した可能性があります。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。